AT-105 サクソンはイギリス製の走行兵員輸送車である。サクソンは GKN3K 車が a t 1 0 0イズ計画として AT-104 計画をもとに設計した走行兵員輸送車であり、フューチャーラピットエフェクトシステム計画によって選定されたピラーニア V に更新されて退役する予定である。サクソンは費用対効果の高い戦場タクシーのコンセプトで 設計開発され、軽装甲操輪装甲車は、路上での速度で、早期式車両に勝り、さらに多くの部品を、民生用トラックから流用することが可能だったため、整備維持費用の削減にも貢献した。サクソンの装甲は、消火器の弾丸や、榴弾の破片には耐えられるが、対装甲車用、対戦車兵器には耐えられない。車体の底面は、対戦車地雷対策として、 V 字型の形状となっており、地雷が爆発しても爆風と爆発を車体外部へ逃がすように設計されている。武装は対空自衛用の機関銃1丁のみである。エンジンは操縦席の横に配置されている。原型はイギリス式の右ハンドル車で、車体前方左側にエンジンが配置されていたが、輸出用の左ハンドル型では、 操縦席とエンジンの配置が逆になっている。最初にサクソンが配備されたのは西ドイツに駐屯するイギリス陸軍ライン軍団所属のイギリス陸軍第3不評師団であり、1983年に同士団所属の4個機械化不評大隊に配備された。多数のサクソンイーズは北アイルランド紛争においてサーチライトやワイヤーカッターなどを装備して 旧式の FV603 サラセンと共に警備任務に従事した。暴動発生時には、車体左右に装備された金網を左右に展開して、ボートの進行を阻止すると共に、イギリス軍鎮圧部隊の盾として活躍したほか、車体容積の広さを活かして、救急車として運用された。旧ユーゴスラビアにおいては、地雷処理車両として広く活躍した。この他にも、 ミラン対戦車ミサイルを搭載した戦車駆逐車仕様などの派生型が存在する。ありがとうございます。